じゃあこんにちは。さあ前回の動画でマコンオフ手を挙げそうな FA で選手たち手を挙げる、権利のある選手たちをバーッと見ていきました。で豊さんはこの選手手を挙げるんじゃないかな、残留じゃないかなと見ていきましたが、今回はじゃあこの選手たちを欲しいという球団は一体どこなのかとありますよね。相思相愛のキューピッドみたいな。分からないよ。分かるわけないよ。じゃあちょっと待って、最後にいらないかった選手を消していきますか。かわいそう。まあいいよね。まず豊さんが手は挙げないだろうと言っていた選手たちをここ消していきます。まあ和田も消していいよね。今宮選手とかも消していいですか。これ住谷も消すよ。はい、ここもいいですか。今宮選手とか。ああ、いらない。はい、じゃあで、高岡選手、三木選手、峰井選手。いらない。はい、中日の加藤選手もいい。山崎もいらない。あ、いらない。山崎康明選手もいらない。私ね、これ取っときたいんですよ。取っといていいですか。ここちょっと気になるので、ここも消していい、はい、巨人もいらない。まあそうですね、ここが手を挙げることはないでしょう。ということで、はい、残りました。はい、いきましょう。まずここ。あ、そこです、そこです。もうね、日本ハムはね、新球場になるんだよ。あ、そうですね。そうでしょ、はい、野手の看板って言ったら近藤なんだよ。はい、で絶対残るよ。あ、ここはほんで、まあ、新球場で、はい、やっぱり1ページ作りたいでしょ、はい、そういうことからすると手を挙げて残留して、はい、1ページを残す。だから日本ハムから動かないっていう。もうここはこうですね、うん、ただ他の球団は近藤選手と接触したいとか、接触したいとは思うけど、はい、近藤が聞く耳持たない、持たない。選手が新球場で第一歩踏み入れるっていうのは、うん、やっぱ夢だから。あ、そうなんですね。ああ、そうでもないだろういや、多分俺だったらそうだよ、うん、まあ、まず新球場でやりたい。それとやっぱり日本ハムに愛着もあるだろうし、はい、最初なんかオープン戦の時に近藤どうなのかなってビッグボスとって思ってたけど、うん、でもビッグボスがやっぱ近藤をやっぱある程度頼りにするところはあるし、うん、はい、だからあの自分の居場所を見つけてるし、うん、確立したから絶対残ると思う、うん、お、了解です。もうここはいち早く決まりですね。はい、はい、さあ、はい、続いてヤクルト。ヤクルト西浦、うん、西浦は楽天、はい、楽天が欲しがる、欲しがる。ここが楽天がここにアタックするんだよ。アタックする。はい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 。楽天と中日だな。お、中日もアタックかける可能性がある。中日もこの西浦選手、そうそう、行くと俺人気になっちゃった。どうしましょう。まあいいんだ。なぜ西浦選手欲しい。この楽天は右のやっぱ内野手欲しいよね。右のですね、うん、はい、だから、まあ、西浦はやればそこそこ、うん、いい時は打つしね、はい、だから右が欲しいというところで、うん、やっぱ楽天が動くんじゃないかなっていうような気がするね、はい、中日も欲しい。あ、中日行くよ。そうですね、やっぱ内野手が一人でも欲しいんだよ。外野手しかいないからそうなんです、ね、いやいや本当に、はい、だから可能性としたらなくはないよね。なくはない、うん、なくはない、うん、これそうだって。この2球団が取りに行きそう。そうそうそう、はい。で中村は、はい、もう27番もらって、え、下に27って書いてくる。そうですね、あの27番もらってる以上、はい、これ動くって言ったらとんでもない話になるよ。いや、そうですよ、うん、もらってるのにって話になります。はい、だからまあもう残る、残る、うん、これはもう決定ですね。決定だね。はい、で阪神、うん、まあこれも手挙げて残る。もうここも残る、残る。他が欲しがってもそこはもういいですか。ああ、いらないから。で西、そこです。これはジャイアンツが取りに行くんじゃないかな。あ、ここが行くと、うん、もうっていうような気はするけど、やっぱそのピッチャーが足りない、先発がなかなかいないと。そうそうそう、いうところで。それとソフトバンクも可能性がある。あ、西、ここ西投手ですか。うん、お、それはまあもちろんパ・リーグにいましたし、うん、まあ、ピッチャー必要だと。やっぱ先発ピッチャー必要だよね。うん、うん、だから1枚でも多くいるよね。はい、だからそういう意味ではまあいるなっていう。だこの2球団来たら結構こうね、争奪戦、お金が釣り上がってきそうです。いや、もう釣り上がってくるよね。で、まあ、阪神もある程度お金提示するでしょうし、うん、西投手が動く可能性はありある。はい、はい、広島、はい、まあ広島阿部ね。はい、どこだろうな。まあロッテとか、まあそういうタイプのバッターだよね。あ、ロッテタイプってことですか。あ、ロッテタイプだと思う。まあ、怪我人が多いソフトバンクでもいいしね。あ、ソフトバンクも行くんじゃないかな、うん、
確かにあの今年怪我人が続出してますからね。だから、うん、まあ使えるような選手、そういうのは欲しいだろうなと思うね。はい、な中日ね、中日ですね、うん、手を挙げそう。岡田、松葉、高橋、周平。そうだな、左ですね、岡田選手。まあ岡田、松葉っていうのは、まあ、ロッテっていうの可能性もあるよね。左ピッチャーがいないんだよ、中継ぎに。はい、それと日本ハム、やっぱビッグボスがやっぱ中継ぎ欲しがるよね。はい、ここが、うん、だからまあここら辺手を差し伸べるんじゃないかなっていうような。なるほど、すごいですね、ロッテと日本ハム。あと巨人はどうなんですか。まあ投手陣が今本当に足りないんですけど。いや足りないけど、うん、岡田、松葉ぐらいの選手はいるんだよ。ああ、まあ先発という意味では松葉に来るかもわからないね、巨人。あ、もしかしたら、うん、こういうことですね。そう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 、はい、来る可能性がある。先発で、先発でね、はい、うん、左の先発ってメルセデスぐらいしかいないでしょ。高橋優希が下に落ちてるし、はい、だからそういう意味では、まあ、松葉というね、うん、まあ、選択肢はあるよね、うん、はい、で、まあ、高橋周平選手は手を挙げるけれども、まあ、残留する可能性の方が高い、まあ、高いと思うよ、うん、まあ、なんかそうですね、スター選手が中日の、いや、もし手を挙げて行きたいっていうんだったらソフトバンク、うん、あ、そうですか、三塁手で、おお、取りにここが、うん、ここに行く、うん、おお、来るよ。まあ、ソフトバンクね、今三塁手どうするのかっていうところもこれからってありますしね。あ、あと田島投手ですね、そこちっちゃく言いました。ちっちゃく言ったんですけど、まあ、田島は、はい、そうだな、手を挙げてどこか欲しい球団、どこが取りに行きたいか。まあ巨人の可能性もなくはないけどね、変則で。ああ、いや、だけどないな、はい、だけどないな、ないな。それが例えば巨人が仮に最下位になってたとしてもない、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 そうですね、はいはいはい、さあ楽天です。お、楽天くん、はい、涌井投手、ああ、そして C ランクの唐島投手。涌井は DeNA が来るかも、はい、あ、横浜、横浜高校です。そうか、こうですね、ああ、まあそうですよね、横浜まだ使えるんじゃないかっていうことで。そうですよ、涌井投手ね、何球団も渡り歩いてますし。唐島は巨人が来る、C ランクですから、うん、行きますね、うん、失礼して、こうです。そうそうそう、はい、これ相澤やらなかったね。相澤選手は、広島、そうですね、でも手を挙げて残留、手を挙げるのか挙げないのかっていうふうに挙げたら来るよ、まあ、挙げますね、挙げたら来る、来るここが間違いなく来るよ。あ、ここ来る、来るよ、もうこっちで書いておきましょうか、うん、巨人がもうそこを取りに行くと、こうで、ここも来る、あ、西武も行くんですか、うん、だって森が残る可能性もないもん。ああ、まあロッテも来そうな気もするけどな。ロッテも行きますか、うん、集中攻撃ですねこれ、うん、日本はもう可能性あるね、うん、今育ててますけどね。育ててるけど、うん、キャッチャーのポジションっていうのは、うん、なかなか育たない。あ、そうなんですか、ね、相澤大人気になっちゃう。いや、もうモテモテですよ、モテモテだから相澤選手、だから中心に書いたんじゃないの。いや、そうですね、誰かな、ね、いや、たまたまなんですけど、カラシマなんかも、はい、本当にあの大人気だよ。だから C ランクなので、うん、巨人はまあ行くだろうと、うん、確実に。それからヤクルトも来そうな感じがする。あ、カラシマ選手を取りに、うん、で広島もこう取ってもいいよ。広島も行く、ああ、すごい重複してきましたけど。いや、もう DeNA も取ってもいい。あ、ここも行く、はいはい、だこの2選手すごいですね。いや、すごいすごい、やっぱこの C ランクっていうのが、いや、魅力だよ。そうですよね。ああ、で、浅村、浅村選手、浅村巨人巨人根こそぎだからもう持ってけえとろ、そう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 で、中日、えげつないと行きますね。あ、まあ中日は欲しいでしょうね、バンテリンで。まあ、バンテリンだから移動する可能性は低いけどね、はい、巨人とここは中日が行くと、うん、そんな感じだよ。阪神も欲しいけどな、浅村右で。ポジションはどうします。ファーストでいい。
ファーストリーですか、うん、じゃあ外国人がいるけど今そうですよね、ロドリゲスかな、はい、で大山もレフトに行ってるけど、うん、はい、それは浅村の方が信頼度っていうか、あ、まあそうですね、コンスタントに行きましょう、可能性としたら、まあ、新監督にもよるけどね、はい、あ、まあそうですね、うん、その監督もありますけど、そう、行きますね。でもパリーグがいいっていうんだったら、ソフトバンク。ありえるでしょうね。争奪戦ですと、お金どんどん引き上げてきそうですね。はい、そうそうそう。じゃあ、浅村選手はじゃあ手を挙げても、はい、まあ、引く手あまたですね。引く手あまたですよね、はい。で、残るは、あとロッテの田村選手、キャッチャー、あと中村翔吾選手も残ってます。そうだな、田村ね。だ結局、相澤選手、田村選手、森選手、このあたりみんなキャッチャーだなので、争奪戦に負けたところが取りに行くとか。可能性はあるな。例えば、巨人が相澤選手の争奪戦に負けたとか、うん、誰かの争奪戦に負けたら、じゃあ取りに行こうかなとか。いや、そしたら森行くよ。いや、森の方が人気は高いと思うんだよね、相澤より。打てるから。まあ、そうですよね。じゃあこれ森選手最初に見ていってもいいかな。森選手はじゃあ森はもうここだよ絶対行きますね。ここ、はい、打てるキャッチャー。そうだね、はい、で中日はね、やっぱり木下がいるから取りに来ないと思うんだよ、はい、でもいまいち決まらないのが DeNA。 DeNA が森を取ると大きいけどね。まあそうですね、ここじゃあちょっとこうなります。そうだね。で日本ハムから来ると思うんだけど、話はオファーが、はい、でも行かないと思う、うん、あ、広い球場が、だからあんまり自分に向いてない、うん、そうだね。だからまあ海がいるけど、海よりはソフトバンク行くかもわかんないな。行きますかね。で翌年のアグー選手待ちますか。そう、可能性はあるよなということは、もしかすると来る可能性があるね。ハテナ行くかも。だから貝の使われ方もさ、はい、ちょっといろいろ併用もあるし、はい、やっぱ森が来ると併用っていうよりも、うん、まあ、森の魅力は打てること、それと DH でも使えることだよな、はい、でも巨人は本当だから相澤選手と森選手で被るじゃないですか、はいはい、でまあ、となると本命はこっちなんですか。やっぱりやっぱ年齢的にも本命は森だよ、うん、巨人のチームから全部髪の毛真っ黒とかチーム関係ないよ関係ない関係ない。もう最近ではひげ生やしてもいいよみたいな、ちょっと緩くなってきてるから、でフリーダムにはなってきてるんですね。そう、うんうん、だからまあそういう動き方をするかなと思うよね。で森選手がセーブが出ることも考えて、相澤選手には一応接触をしておく、うんうん、ということですかね、はい、武隈なんかは、はい、ロッテがね、はい、まあ、左ピッチャーがいないし、うん、まあ、ロッテとか、そうだな、まあ、広島も中継ぎを補強したよね、はい、だからここ可能性があるね。ここに接触する、はい、可能性があるね。広島とロッテ、うん、はい、巨人はこれね、やっぱ育てなきゃいけないんだよね。まあでも可能性はある、うん、巨人っていう。ゼロではない。ゼロではないけど、まあちょっと異能で失敗したような感じがあるから、はい、ちょっと様子見るんじゃない。そうですね。様子見になりますよね、はい。ってなると、そうです。この田村選手を。じゃあ取れなかったところが、うん、まあ巨人も補強したいだろうし、はい、そうだな。DeNA も。まあ中日の2番手っていうキャッチャーとして、はい、っていうこともあるしね。うんうんうん。うん、で経験が豊富だから、まあ、日本ハムっていう感じもあるし、はい、あ、巨人、じゃあ中日、この日本ハム、うん、でも田村は一球団に絞って一球団との接触になってくると思う。あ、何球団、複数球団も来ることはあんまりないと。あ、そうなんですね、うん、そっかそっか。ってことはやっぱりこの選手とこの選手がどこが獲得するかによって田村選手の行き場所っていうのが決まってくるな。決まってくるってことになりますよね、はいはい、まあ、中村翔吾もいるよね。そうなんです。これどうなんですか、残留、手を挙げて残留っていう前の動画では豊さん、うん、でもまあ動くとしたら巨人巨人
で中日、ああここが巨人と中日と、うんうん、ですね、はい、巨人中日、うん、まあひょっとしたらソフトバンクも来るのかな、うん、怪我人多いしね、そうですね、うん、やっぱ被ってきますね取りたいところが、うん、まあオリックスもひょっとしたら手を挙げたら手を伸ばしてくるかわからないし、はい、右ということからすると楽天も動きそうな感じ、あ、そうですね、右がいない、うん、ということは中村翔吾選手もいや手挙げたら人気あるよ、そうですよね、うん、中村選手、うん、森選手、うん、この3名、そして烏丸氏4名ですね、うん、集中したので、ここオリックスの伏見選手は、うん、あの巨人も消しちゃったんですけれども、菅野投手と全日本でバッテリー組んでたので、巨人がキャッチャー欲しいってことで動くって可能性はどうでしょう。お前が個人的に残しただけでしょ。そうなんです、私が残したんですけど。いや、伏見はいいんじゃないの。残る。いや、巨人はね、はい、おそらく森、相澤、田村、これが取れなかった時に、うん、可能性としてはなくはないよ。あ、第4候補ですね、うん、キャッチャーとしてはね、はい、まあこんなとこかな、いやそうですね、でもこれ見る限り今年のオフ結構動きありそうな気は、いやそれは無理やり動かしてるから、ね、はい、ね、だから それはそうかもわからないけど、はい、やっぱり人気になるのは、うん、まあ、相澤、はい、まあ、近藤は俺は残ると思うから、うん、そんなに人気にはならないけども、はい、もし挙げるとしたら森、はい、中村、うん、唐島、うん、浅村、はい、あぐらいかな、まあ、西も、西選手ですね、そうだね、はい、うん、そのぐらいが人気になってきそうだよね、あとはまあ本人の意思っていうところもあるでしょうし、まあもちろんね、あと金銭的なこともあるでしょうし、そう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 、巨人なんかにしてみれば、うん、森選手とって中村選手とって浅村選手とってなったらなんか破産しそうですけれどもね、大丈夫なんですか、ね、破産はしないよ、丸から、うん、ここもまあいいところ首切るか、ああなるほど、うん、そういう風にしていくんですね、うん、いやでも本当今オフこう見ていくと注目の選手 FA で動きそうな注目の選手たくさんいますし、まあそうだな、どの選手がこれでどこに行くか、うん、残留するか、この動画がね、後々、あ、やっぱそうだったんだって、だな、あ、はい、可能性はあるけどな、ある、ありますね、まあでも、あの、FA で動くっていうのはね、はい、あの非常に自分を高めるためにも、はい、まあ、悪いことでもないし、うん、まあ、球団がね、お金があるんだったら取ってもいいしね、そうですよね、うん、だからまあ、またあそこ取りやがったとかじゃなくて、うん、やっぱこう、ファンに勝ちを届けるために、はい、あの補強したというね、はい、まあ、そういう認識でいてほしいしね、そうですね、うん、選手は金のために動くんじゃなくて、うん、自分を高めるために動いてるというね、はい、まあ、そういう目を持って見てほしいです、うん、はい、はい。